とということでね、えー、5月1日、2日ということでゴールデンウィークに差し掛かってきた、えー、プロ野球ですけども、えー、見ていきたいんですけども、えー、日本ハムで緊急事態ですね、えーまあ、これどうしようかというところなんですけどね、えー、ある意味チームとして、えー、終了のお知らせですね。 えー、西川春樹選手という、ねまあ、主力選手を書、ね、いてしまうさらに、えー、郡拓也選手1番で頑張ってたんですけど、ね、これまでがいなくなってしまうそして、ね、日、え、本、ー、ハムで唯一、ね、打率が、ね、3割に近かった浅間選手が、えー、など濃厚接触者ということで。 これも致し方なく即連2021でなってしまいましたね。ちょっと残念な本当にお知らせでございましたけどもねここから日本ハムはどう立て直していくんでしょうかちょっと心配なニュースですね。なのでもしかしたら日本ハムは今シーズン終了した方がいいかもしれませんそうするとリーグとしては成り立たないんでねというところはあるんですけども。 えー、ちょっとね今年はね、えー、絶望がまた見えてきてしまったかなっていう感じですねはい、えー、というねちょっと悲しいニュースもあるんですけどもまあ、嬉しいニュースもね結構ちらほらありますんで拾っていきたいと思います、えー、1日、えー、中日対巨人ですね、えー、東京ドームで行われた一戦です、えー、6対9中日ということでね、えー 中日打線が、ね、活発的でしたね。えー、中盤、巨人、ね、6点こう追い上げて一時的に、えー、1点差まで迫ったんですけども、えー、9回のこの2点が重くのしかかってしまったかなと大島選手のタイムリースリーベースで、えー、もう試合の決着がついてしまったかなって感じですね。で あのスモーク選手とねウィーラー選手はね凄、えー、す,すぎるんですよねあの二人のバッターね、えー、2つ2人とも打率5割超えてるんでねあの個人的な話をしていただくと抑え方がわかりませんまあ、もしもしね、えー、まあ私が監督を務めているのであればまあ2人 もうね、敬遠しなくちゃいけないかなっていうレベルで、えー、本当にマジで打ちまくってるんで、えー、ちょっと抑え方がいまだに分かりませんね、あの2人はね、えー、まずね、ウィーラー選手に至ってはね50打席以上立ってるのにもかかわらず、えー、打率5割をキープし続ける、えー、これもしかしたらクロマティ選手の、ね、再来かもしれませんね、まあ、楽天が連れてきたスケートなんですけどね、はいえー、続きまして、えー、横浜対ヤクルトということで横浜優勝でございますね。 はい、打線が活発的でございました10対2ということでね、えー、ヤクルトは倒壊現象ですね、えー、中盤に倒壊してしまいました序盤までは、ね、2対2と、ね、いい接戦だったんですけども6回からこれ流れ変わりましたね。 6回の攻撃から見ていきましょうかね、えー、代打、倉本選手2アウト満塁という状況でね、えー、戸柱選手に代わって出てきましてこれがね、えー、見事な起用に応えるタイムリーヒットここから、ね、試合が決まっていきました、えー、7回、えー、牧選手、えー、わざと満塁という状況からね、えー、我慢して押し出しのフォアボール3-2でしたねよく振らなかったかなという感じですね。 そして宮崎選手にもタイムリー、そして佐藤選手にもタイムリー、そして嶺選手のタイムリーという3者連続タイムリーで、これで一挙6得点の猛,打猛攻を、ね、こう見せてくれました。ヤクルトは、ね、本当に5回までは、ねまあ、接戦でこう、ね、来ていただけに、ちょっともったいない敗戦だったかなという感じですね。だいたい倉本選手が出てきてから、ちょっとチームの状況が悪くなってきてしまいました。 そして阪神対広島なんですけども、えー、残念ながらですね、雨の選手がですね、登板したということで残念ながら中止となってしまいましたね、えー、別に青柳選手が、ね、投げているわけじゃないんですけどね、えー、なぜ雨が降ったんでしょうか、はいえー、続きまして緊急事態宣言が出ている日本ハムと、えー、西武札幌ドーム1日は行われましたね、えー、日本ハム、さよなら勝ちでございます。 増田劇場ですね,、えー劇場ですね2、2試合目ですよ、これはちょっといただけませんね、えー、8セーブを上げてるんですけども、なんと防御率が6.75、こんなのがクローザーに勤めている、さすがに平選手にね、ちょっとね、クローザー任せてもいいような感じがしなくもない、まあ、一戦だったかなって感じですね。 えー、ちょっとね、チーム状況を書く中、なんと控え野手がです、ね、キャッチャー2人、内野手1人、外野手1人ということで、控えが4人しかいないんですね。で、まあ西武はね、ちょっとナレブでしょうかね。 えー、森選手と中村選手、この2人をスタート、さらに金子選手もベンチスタートと、この3人の、ね、主力ですよ。この3人の主力を、えー、ベンチにね、すばらせまして、えー、キャッチャーには柘、ね、植、えー、選手、そして、えー、サードにはスパンジェバーグ選手を起用しておりますね。で、レフトには鈴木選手を、ね、起用するなど、ちょっと滑っぷかかってね、えー、試合をしたんですけども、えー、よく杉谷選手ね、あそこでね、さよならの押し出し、えー、まさかの結末でございました。ノーヒットでね、えー えー、ヒーローインタビューに、ね、出てくるという、ね、これまた杉谷選手らしいかなという1、ね、点、えー、の取り方ですね。はいえー、楽天対ロッテ楽天生命パーク見ていきましょう3対0ということでこれは田中将大投手が、ねえー、すごかったかなという試合になったかなという感じですねこれは田中選手の、ねえー、軍配ですね。 打線の方は浅原選手のタイムリーさらに岡島選手のツーランも大きかったですね、まあ、これもあってチームを、ね、勝利に導いております、はい、続きましてオリックス対ソフトバンク前の試合でさよなら勝ちを決めた、ね、オリックスなんですけども、えー、叩きのめされましたね13対017安打13得点というね、えー、もうこれは言うまでもないですね、えー、どこに、ねえー、ポイントを当てていいんでしょうかね オリックスは5アン無得点とね、えー、恵まれませんでしたね。まさに憎いヒドトシ選手がですね、えー、おそらくマウンドに上がってましたね。おそらくあの先発投手はマ井イヒ選手がね、えー、マウンドに上がる予定だったんですけども、そのマスイヒ選手はね、えー、どっかに行ってしまいましたね。えー、憎いヒドトシっていうね、えー、謎の投手が出てきてしまいましたね。えー、これはひどいですね。まあ言うまでもないですね。そして先発全員アンダのソフトバンク出せ恐ろしすぎますね。 はい、5月2日の試合を見ていきましょう、横浜対ヤクルトということで、横浜大逆転勝利ということでね、えー、序盤にヤクルトに4点許したんですけども、も戸柱選手がえぐすぎましたね、えー、日本のホームラン、まさに女房役といった感じかなって感じですね、えー、プロスピの選戦ではね、なぜかクロス、えー、桑原選手を、ね、ヒーローに選んでますけども、違いますね、戸柱選手の、ね、一発がね、チームに流れをもたらしたかなって感じですね。 えー、決して桑原選手はね全く打ってないというわけじゃないんですけども戸柱選手の活躍があってなんとか勝利に導けたかなって感じなんですけどもちょっと戸柱選手のねリードがいただけないですね、えー、7点取られてしまってますねこれはどうしようもないですねはい阪神対広島ということでね甲子園で見ていきましょう7対3ということでね、えー、阪神が大逆転勝利ということでした、えー、3対1で迎えた5回の攻撃なんですけども んという状況だったんですねあ失礼します。ノーアウト満塁という状況で4番、佐藤輝明選手に回ってきました。今回、ね、4番サード、佐藤輝明選手なんですね4番,佐藤、えー、4番サード、佐藤てなんですけどもツ、えー2、えー、2ボールツーストライクというカウントでしたね。 ライトスタンドに放り込んでくれました。これがなんと逆転の満塁ホームランということでね、えー、もうこれ以上ない4番という活躍を果たしてくれましたね。もうこれでね、一気にね、えー、試合がもう決まりました。ね。そして6回の攻撃、また満塁という状況でまた曲がってきました。佐藤輝明選手、6対3という状況でしたね。今度はワンボールツーストライクと追い込まれていた状況でした。先ほども追い込まれていたんですけども、 えー、今度は軽打ですね軽打で逆方向に打ってくれましたレフトへのタイムリーヒット、えー、これで7対3これで、えー、もう試合は決着ということでねよ今回ね4番に入った佐藤輝明選手ね、えー、自身初めてなる満塁打を含みます5打数2安打1ホーマー5打点というねまさに4番という役割ですねこれはちょっと大山選手の立場が危ういですね。 えー、このホームランと打点によりましてチームトップという、ねえー、感じになってしまいましたね、これはちょっと阪神強すぎますね、こんなのが、ねえー、いるっていう、ね、チームですからね、はいえー。先ほど言った通り、日本ハム対西武は、ね、ちょっと日本ハムがちょっと大変な状況ということで、えー、試合中止となってしまいました、えー、こ回からの、ね、ロッテ3連戦もどうやら中止の、ね、話が出てきたのでちょっと日本ハムは言いたいですね。 はい、えー、楽天対ロッテ見ていきましょう、これまた接戦地みた試合だったんですよね、まシ、あえーソー、まあ、ゲームのような感じでございましたけれども、9回、えーまあ、この攻撃だけ見ていきましょう、松井選手がねここまで防御率0.00という、ね、ピッチャーが上がってたんですけどね、えー、まさかの一撃でございました、ホームランはないよろということでね、大城選手の一発でねこれでもう試合が決着ついてしまいましたね。 えー、ここまで3ンダノーヒットと荻、ね、野選手はね、ちょっと書いてたんですけどね、ピッチャーからちょっとね、ヒットをね、えー、打つことさえもできなかったんですけども、まあ、ここで一発が出るというね、まあさすがだなという感じはするんですけどね、えー、まさかの試合展開でございました、えー、早川投手もね、えー、鈴木投手もね、ね、ちょっと、ねえー、今回ちょっとあまり良くなかったですね、ね、まあ、両投手にも、ね、ちょっとね。 えーまあ、試合のこう流れを見ていても、まあ、ちょっとあまりよくはなかったんですけどもちょっと、ねえー、最後、松井選手が通、ね、行、えー、の一発をこう浴びてしまってこれでも試合が決着ついてしまうってという感じになってしまいました、はい、オリックス対ソフトバンクということで京、ね、セラドームということで、ねえー、花火大会でございました、えー、両チームで4本ですね、えー、まあオリックス主催の花火大会が行われておりました宗、えー、選手、打ちまくりますね。 ちょっと打率にはね一切反映してないんですけどもなんかこういう時でねあの打ってくれるっていうイメージがね、えー、すごく大きいんですねそしてね、えー、何気に4番に入っているね杉本選手の活躍っていうのも結構でかかったりしますねはい、えー、オリックスはね一発構成でございました3本のホームランで、えー、これで5対0とこれでもう試合がね え決まってしまった感じですね。えー、一発攻勢でございました。投げた山崎幸也選手がです、ねまあ、7回こそは知っていたんですけども、まあ、よくまとめてくれたかなって感じですね。はい、ということで本日も最後までご視聴ありがとうございました。